はい、こんにちは、レトスのオーです。昨日からえ今年の試験の申し込みが始まりました。で、こちらが、え、卓申し込みというふうに検索かけていただくと、まあ、上の方に出てくる、えー、サイトなんですね。不動産適正取引推進機構が出している宅建試験の情報となります。で、ここにも書いてある通り、郵送での申し込みが16日の火曜日まで。 インターネットでのお申し込みが31日までとなっております。この点注意をしましょう。去年は郵送の申し込みの方が遅かったんですね。インターネット申し込みの方が早く終わってたんですけども、今年はインターネット申し込みの方が遅くまで行うことができます。でもし郵送申し込みの場合っていうのは、郵送の封筒を所定の場所に取りに行かないといけないんですね。で、それが下に記載されております。 試験案内配布場所はこちら。で、これクリックしていただくと、下の方ですね。都道府県ごとに申し込み書の配布場所が一覧で載っております。なんで、まあ、こちらから調べて近いところに取りに行っていただければと思います。で、試験会場っていうのは、先着順になるので、早めに申し込みをしましょう。遅いと、近場の試験場、人気ある試験場っていうのが、もういっぱいになっちゃってて、 意外と遠い場所で試験受けなきゃいけないとかなっちゃう可能性あるのでできるだけ早めにお申し込みいただければと思いますそれでは本日の3問に入っていきます A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結した C は A を B の代理人と信じていたが B はこの売買契約について A に代理権を与える旨の表示をした事実はなくまた A は B に対して 何らの代理権も有していなかったこの場合売買契約は有効に成立しているが B は売買契約を取り消すことができる○丸か×かという問題ですで答えは×ですね問題文の中に A に代理権を与える旨を生じした事実はないまた A は B に対して何らの代理権も有していなかったと書いてありますねつまり これ簡単に言うと、a は無権代理人だということなんですよ。無権代理による契約っていうのは有効に成立しているとはならないんですね。したがってえ罰です。この有効に成立しているこの部分が誤りだということですね。で、この辺りはもうきっちりですね。これ、問題文を理解するということが重要なので、ちゃんと a は誰なのか、b は誰なのか、c は誰なのかっていうのをまあ、図を書きながらですね、えー、読み進めていくのがいいと思います。 まあ今回で言うと A は B の代理人なので A が代理人で B が本人ですねで C が相手方というような関係性になりますでは問い2です宅地建物取引業者は本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合国際証券を持って営業保証金を供託している時は地対なく従前の本店の最寄りの供託所に対し 営業保証金の保管替えを請求しなければならない。丸か罰かという問題です。で、答えは、これ罰ですね。営業保証金の保管替えを請求できるのは、金銭のみで供託している場合です。本文のように、国際証券で供託している場合、この場合、保管替えはできません。二重供託っていう手続きをしなければいけないですよね。 ただ、まあ、これだけ覚えるのは非効率な勉強です。お考えと関連する重要ポイントを合わせて勉強することで、頭を整理する勉強法を取った方が効率的ですし、試験前の時期になって、あれどっちだったっけと混乱することも少なくなります。短期講座では、そうならないために、効率的な学習ができるようにしております。この問題では、関連するポイントだけではなく、なぜと思われる、 疑問点を解消するための理由についても解説しておりますなので気になる方は短期講座をご検討いただければと思います短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでぜひご確認くださいで3問目ですね都市計画法です市町村が定める都市計画は議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に必ず即したものでなければならない丸か×かという問題ですね で、よくある裏技の本とかに書いてあるのは、この必ず何々しなければならないっていうふうに限定しているものは、ツにするっていうのが、まあ裏技の一つなんですね。ただし、実はこの問題、丸なんですよ。つまり、その裏技が使えないんですよね。だから、その裏技に頼るのではなくて、ちゃんと頭に入れるということがやっぱすごく重要になります。で、ルールはここに書いてある通りなんですけども、問題の内容よりもやや詳しくしたものになります。 こっちがやや詳しい。解説の方がやや詳しい内容ですね。で、まず、市町村が定める都市計画についてのこれ話なんですよね。で、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想って書いてありますよね。まあ、基本構想っていうものを市町村の議会で決めるんですよ。 市町村には議会ってありますよね。えー、まあ市、市町村の議員さんの集まりです。議員さんが集まって、この市町村の、えー、都市計画をどうしていくのかっていうのを、まあ、考えて、みんなで話し合って、えー、議決していくと。で、この市町村の議会で決まった基本構想、これに従って、市町村は都市計画をまず定めなければいけないんですね。で、さらに、都道府県が定める都市計画っていうのもあるんですよ。市町村と 都道府県っていうのは法律上は実は並列なんですね。上下関係って実はないんですよ。ただ、都道府県っていうのは管轄が広いじゃないですか。広い範囲での計画を立てて、市町村がちっちゃなね、その各部分の小さな部分の計画を立てていく、管轄しているって話なので、上下関係はないにしても、やはりですね、都市計画については、 都道府県が定めた大まかな計計画画にやっぱり即した計画を立ててていいかななとやっぱ矛盾が生じてきますよね。なので市町村が定める都市計画っていうのは都道府県が定める都市計画にちゃんと適合しなければいけませんよ。矛盾が生じないようにしてくださいよっていう内容になります。で先ほども言った通り必ず何々しなければならないっていう問題を見るともうこれでねバスにしたいと思っちゃうんですよ。 ただ、こういったテクニックだけでは答えられなくなってきているのが達見なんです。なんで、合格したいと思っているのであれば、テクニックに依存するんじゃなくて、ちゃんと基本的な勉強の仕方ですね。暗記する部分は暗記してもらっていいので、理解すべきところをちゃんと理解をしていくということをしっかり行っていただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか実際、弊社の受講師さんは、 すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、卓建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講さんの中でも、中卒で元飛び職、法律知識が全くゼロ。この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。 勉強を始めたはいいけれども、なかなか理解できない。解けない問題がたくさんある。今年合格できるか不安。でも絶対今年合格したい。もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。わかりづらい部分もわかりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでもわからない場合は、 直接私にご質問いいたただだければ解説させていただきます今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで是非ご確認くださいあなたの受講をお待ちしております卓券合格目指して一緒に頑張っていきましょう